バナンすぎーって言い続けられるキャラ5000です。なんか自分のキャラバナンって言い散らかしてる人はよく聞くんですけど、自分のキャラバヤスって言ってる人は一人も聞かないですよね。なんでなんでしょうね。スマブラ7不思議の一つですね。ジョーカーバナンの極み。バナンという言葉を擬人化するとこのもやしが爆誕する。 190% 貯めて下投げで撃墜するしか脳のない顔だけもやし。チナザクニーのお墨付き。ここ重要。こいつを使った後に他のキャラを使うとどんなキャラでも超絶バヤスにしか感じないので、ある意味お手軽バヤスキャラ製造機といっても過言。まあそのごちゃごちゃ言いましたが、別にどうでもいいんですけどね。ここまで粘り散らかしてるってことは、こいつジョーカーメインキャラだろって普通は思いますよね。甘いですよ皆さん。実はね、ジョーカーメインキャラなんです。インクリング、上投げクーエとローラー以外に撃墜択が存在しない威嚇さガールオアボーイ。なんかこいつは自他ともに認めるバナンキャラな気がするし、自分で使うと目をガン開きながらよだれ垂らして規制を上げながらローラーこすり散らかす羽目になるのでガチバナン。でもいざ自分がガン開きよだれ規制ローラーされるとなんか当たっちゃうという哲学的な要素も持ち合わせてるキャラです。ゲッチ、俺たちの青春スマッシュログ TV での将軍さんによるゲッチ解説で、撃墜は難しいという言葉を聞いてから俺の中でゲッチはバナンというイメージが完成された男。将軍さんとザク兄さんの熱い議論のもとに導き出された結論らしい。将軍さんの言うことは全て正しい。それ以外に言うことはない。マリオ、前作の上スマを引き合いに出し、マリオの上スマ飛ばなすげと願るぜと、今作からスマブラを始めたが横スマ話が強すぎてあんまりバナンだと思ってないけど、なんか前作からのマリオ使いやたらとバナンって言ってんな。じゃあバナンってことにしとくか。ゼの二大勢力によって構成されているキャラでも、まあまあバヤスではないよなとは思うが、さすがにあのヘドバンは浅ましすぎるので同情はできない。デオネッタバナンらしい。知らんけど、なんかベヨネッタのことは基本的にベヨネッタ使いしか知らないし、みんなそこまでベヨネッタに興味を持っているわけでもないから、基本的にベヨネッタ使いの意見が通りがち。まあでもバナンらしい。まあ使い手が言うならそうなんでしょう。知らんけど。